はい、こんにちは。今日はですね、ウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。ロシア・ウクライナ国境の兵力増強、アメリカ国防総省。アメリカ国防総省のジョン・カービー報道官は14日、ロシアが先週末、ウクライナとの国境付近の兵力を増強したことを明らかにした。カービー報道官はアメリカ CNN に対し、ロシアのプーチン大統領が先週末にかけてウクライナとの国境沿いやベラルーシで兵力を増強し続けており、兵力の規模は10万人を優に超えていると説明。装甲車両や歩兵、特殊作戦、サイバー攻撃、防空能力などを総動員していると指摘した。アメリカはロシアが間もなくウクライナを侵攻する可能性があると警告。西側諸国は対抗措置として同国に大規模な経済制裁を科す構えを示し、緊張が高まっている。ロシアのセルゲイ・ショイグ国防相は同日、プーチン大統領との会合で国内及びベラルーシで実施中の大規模な軍事演習の一部を終了すると表明。一方で他の演習は継続中だと伝えていた。またロシアのセルゲイ・ラブロフ外相はプーチン氏に対し、安全保障をめぐって欧米諸国と合意に達する可能性があると述べ、譲歩の可能性を示唆している。そしてですね、 FNN プライムオンラインですが、プーチン氏に外交交渉継続提案、ウクライナめぐりロシア外相。アメリカなどがロシアによる軍事侵攻に警戒を強める中、ロシアのラブロフ外相はプーチン大統領に外交交渉を続けるよう提案した。プーチン大統領は14日、外交と国防を担当する閣僚からアメリカなどとの関係について相次いで報告を受けた。この中でラブロフ外相は合意のチャンスは常にあると述べ、外交交渉を続けるよう提案した。一方、交渉は無限に続けるべきでないと念押しした。こうした中、アメリカのバイデン大統領はイギリスのジョンソン首相と電話で会談し、外交による解決を目指す方針を確認する一方、軍事侵攻が行われた場合の対応についても協議した。ロシア軍の軍事侵攻についてアメリカ国防総省は会見で、何の前触れもなく始める可能性は十分あると述べるなど、複数のアメリカ政府高官が今週中にも軍事侵攻が始まる可能性を指摘している。アメリカなどとロシアの双方が外交交渉の継続に言及する一方で、侵攻が迫っているとの警戒感も根強く緊張が続いている。このように報道されております。こうした中、最も重要なことはウクライナの平和と安定をどのようにして守るのか、そのことが非常に重要であると思います。で、この動画でこれからお伝えしますのは、現状このウクライナの情勢をめぐりまして、世界がどのように動く可能性があるのかというところに焦点を当ててお伝えしていきたいと思います。で、そうした視点からウクライナの平和と安定を考える、もしくはロシアやアメリカなどの全面対立は起こるのか、あるいは回避されるとしたらどのような可能性があるのか、そうしたことを冷静に考えていきたいというのがこの動画のテーマであります。で、現状の報道を見てまいりますと、今後の可能性としては大きく2つの可能性があると思います。まあ、1つはロシアがウクライナに侵攻するという可能性、そしてもう1つは米、英、EU、ロシアの外交交渉というのが、まあ、ある種ですね、まあ、灰色の決着といいますか、玉虫色の決着をしてロシアの侵攻が行われない、そうした可能性、2つがあると思います。で、まずですね、1つ目の可能性、ロシアがウクライナに侵攻し、西側諸国が対抗措置としてロシアに大規模な経済制裁を科す可能性、このことからご説明させていただきます。で、もしですね、そうしたロシアへの大規模な経済制裁ということが起こりますと、どうなるかということなんですが、バイデン政権はロシアによるウクライナ侵攻の可能性が高まったと判断し、その場合の決定的対ロ制裁措置として、ロシア主要銀行との国際取引停止によって金融界を事実上麻痺状態に陥れ、同国経済全体に直ちに深刻な打撃を与えるプランを立案していることは明らかにされたと、このように報道されております。ですので、こうなりますと、これだけでですね、ロシア経済に大きな影響を及ぼすということが考えられますが、そうしたことに関連しまして、天然ガス輸出も減りまして、まあ、ロシア経済はこうなりますと持たないと思います。またですね、アメリカとロシアの国力ということを見てまいりますと、2021年なんですけれども、アメリカは GDP1 位でロシアは GDP11 位です。で、軍事費ということを比較してみましても、アメリカは1位でロシアは4位と、まあ、このような数字が出ております。で、こう考えますと、ロシアに継続して、まあ、ある種戦争といいますかね、まあ、そうしたものを維持する能力というのは、まあ、あまりないというふうに見えると思います。またロシア経済というのは、この天然ガスに大きく依存した輸出型経済と言っていいと思いますけれども、他にですね、これといった産業がない、まあ、経済状態というところもあると思いますので、今以上に厳しい経済制裁をアメリカや EU などから課せられたら、
プーチン政権が保てないということが出てくると思います。でこうしたことはですねプーチン大統領も分かっていると思います。ただ他方ですねロシアは核保有国でもあります。ですので、アメリカ、イギリス、EU もロシアとの全面対立は避けたいと思っていると思います。あるいは EU はですね皆さんもご存知のようにロシアのエネルギーに依存しているということがありますので、EU としてもそうした面から対立は避けたいと思っていることがあると思います。ですのでこうなりますとアメリカもイギリスも EU もロシアもお互い全面的な対立は避けたいという側面があると思います。でそうしたところから2つ目の可能性として外交的努力によって落としどころを見つけるという可能性があると思います。で現状ですねこのウクライナ情勢ということをめぐりましてはバイデン政権がですね、ある種ですね危機を大きく見せているというと語弊があるかもしれませんけれども、ある種ですねそのようにしている部分もあるといえばあるように見えます。でそれはなぜかと言いますと、こうした高いですね外交的な危機をバイデン政権の政治的な手腕で回避できたというふうにアメリカ国内に見せられれば、今アメリカ国内で支持率が低迷しているバイデン政権のある種のですね支持率挽回ということに寄与するということはあると思います。あるいはそれはイギリスにも同じことが言えると思います。現状ジョンソン政権はパーティーゲート疑惑ということで支持率が低迷しているという側面もありますので、ジョンソン政権としてもこうしたですね危機を外交的手腕で回避できたということになりますと、ある種ですねジョンソン政権の支持率ということにも巻き返しになるという側面があると思います。またですね EU はロシアと経済資源面でもつながりが強いですので本格的に対立したくないという情勢があります。ですので、EU としてもロシアとの全面対立は回避したいという側面があると思います。他方ですねロシアプーチン政権としては、ある種ウクライナがある方が都合がいいということがあると思います。ですので、こうしたアメリカ、イギリス、EU、ロシアそれぞれの事情から限りなく灰色に近い暗黙の和解という方向へ舵を切っていく可能性はあると思います。でそれはどういう方向性かと言いますと、ウクライナの NATO および EU 加盟を引き延ばすということですよね。つまりはですねウクライナの NATO 加盟への意思と言いますか申請と言いますか、そうしたことは認めるけれども NATO としてのウクライナが加盟するかどうかの結論は期限なしで先送りすると。その代わりアメリカ、イギリスと EU はウクライナの主権と平和を守ることに関与し続けると宣言すると、こうしたですね非常に玉虫色な結論といったことがあり得るかもしれません。でこうなりますとロシア、プーチン政権はウクライナの NATO 加盟を阻止したとロシア国内に宣伝でき、今以上のですね経済的な打撃を回避できるということがあると思います。そして事実上ウクライナの NATO 入りということを延長するということでプーチン政権の政治的な体面を保ち、そしてプーチン政権が維持できるということがあると思います。またこうしますとアメリカ、イギリス、EU はロシアのウクライナ侵攻を止めることができたと国内に PR することができると思います。そして EU は引き続きロシアから天然ガス、エネルギーを輸入できるというふうになるということがあると思います。他方ウクライナはですねこうした結論が出たとしても、NATO 加盟へのですね意思を世界に表明できたと、ですので NATO 加盟へ前進したんだというふうに国内に宣伝できるということもあると思います。ですのでこうした方向でアメリカもイギリスも EU もロシアもウクライナも国内向けに我々は譲歩しなかったと言える形で、限りなく灰色に近い形で暗黙の決着というふうな方向に外交的に舵を切っていく可能性もあると思います。全面対立か回避か、これはですね非常に現状難しい情勢でありまして、誰にもわからないというところがあると思います。ただ一番重要なのはウクライナの平和と安定を守るということが重要であります。そのことのために現状世界がこのニュースに注目していると思います。ありがとうございました。この YouTube のチャンネルネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。